はい、どうもニーナです。それではフォールンオーダー続きをやっていきたいと思います。前回ね、かなり切ない過去を思い出したわけですが、気になる続きやっていきましょう。ダメだ。え、開かないんだ。開かないんかーい。え？通行可能になってるけど？特に何もできないじゃないか。これ逆に戻れもしないでしょ、もう。開くの？予定通りに行ったかね。警告はしたはずだ。俺に構うな。お前に構うな。自分の身を守る術も持たない迷い子ごときが。まさか。もういい、終わりにしろ。お前は誰なんだ。タロン・マリコス、元ジェダイだ。お前と同じ。我々はよく似ている。どうかな。おう、共に粛清を生き残った。兵士たちに裏切られ、彼らをこの手で切り捨て逃げるしかなかった。この忌まわしい地に、ここの闇に、私は飲まれかけた。だが打ち勝ったのだ。あんたがナイトブラザーを。そうだ。あの蛮族どもは力にしか従わない。わかるだろう、フォースは。最も強力な味方だ。お前は私欲のためにフォースを使っている。ジェダイの理念に反する行為。今は暗黒の時代だ。連中に滅ぼされてしまう力を合わせなければ。お前の助けはいらない。その壊れたライトセーバーは、そうは言っていないぞ。中で見たのだろう。違うか。恐ろしい何かを。ラソミアは恐ろしい場所ばかりだぞ。家族になれ。お前にあの力の使い方を教えてやろう。家族になれ。お前に力の使い方を教えてやる。聞いたことあるわね、マリコス。シスターメリン、お前が口を出すことではない。長いことお前はジェダイが私の姉妹たちを虐殺したと言ってきた。そこにジェダイがいる。けれどそいつを家族に迎えるつもり？始末しろと言ったはずだ。だがお前は力が足りなかった。力？狂っているわ、マリコス。ダソミアの闇に飲み込まれた。私は信じる相手を間違え、ナイトブラザーたちをお前に預けてしまった。ジェダイとは違う。ダソミアのナイトシスターは仲間を裏切らない。私たちの絆は永遠だ。お前の仲間は死んだ。そうよ、お前の周りにその墓がある。ここはまずい。シュー・ソラーデニテロリオリエイ。愚か者が、お前に力は扱いきれない。共に学ぶがいい。一人のナイトシスターを敵に回せば全員が敵になると。逃げろ。
まずい。武器もなく、このまま逃げ切れるの？怖い怖い。うほほ、逃げろ。うほ、あ、待って待って待って、どっから始まんの？怖い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 。シア、クリスに離陸を準備させてくれ。何があったの？ナイトシスターが死者を呼び出した。追われてる。おいおいおい、そいつら連れてくるのか？船長、連れて行きますね。あぶねえ。普通に戻ってきちゃったな。あぶねえ。船を出すんだ。何をしたんだ。死んだ魔女どもが船に群がってきたぞ。早く早く。何があったの？霊廟は見つけた？マスターのものね。見たんだ。マスター・タパルが死んだ日のこと、俺の過ちを。カル、もう壊れてしまった。救えなかったんだ。カル、あなたは子供だった。違う違う、俺にもっと力と勇気があれば救えたんだ。ちゃんと学んでいれば助けられたんだ。分かってる。カル、私が帝国から逃れた時にあったことを話しておくべきね。またトリラに会ったの。でも彼女の目を見た時、私は罪を理解させられた。尋問官になっていたの。そして私は我を失った。力を抑えられなくなった。手を伸ばしたのよ、ダークサイドに。そして全員殺した。一人残らずよ、彼女以外。そして長いこと自分を許すことができなかった。廃人同然、怒りはどんどん溢れてきて、目をそらそうとしても自分からは決して逃げられない。だから死ぬことだけを考えてた。そんな時ホロクロンのことを知った。まだ未来はあるかもしれないというわずかな希望、自分たちにできる何か。立って。あなたのマスターの最後は変えられないように、私のしたことも変えられない。過ぎたことよ。でもカル、あなたは選ばなければならない。でもここから始めなさい。新しいライトセーバーを作るのよ。今度はどこにたどり着いたんだ？
カル、試練が待っているわ。ああ、大丈夫だ。もっと大きな意味よ。ジェダイは誰もがダークサイドに誘われる。それに屈するのは簡単よ。あなたもそれと戦い続けてる。フォースとの絆を絶った後でも。誰もがそうなのよ。けどそれが試練なの。戦いを諦めないことで自分が何者か分かるの。俺もずっとそれが知りたかった。行ってきます。どこですか？ホスみたいな場所ですか？マップありますか？ある。イラム。ジェダイの寺院だ。久しぶりだけど、まあ覚えてる。ジェダイになる子供が必ず来た場所。あの頃ジェダイの寺院があるの。こうなると逆向きになるって。風強えな。風が強うございますよ。これはあれだね。こういうことだね。子供たち、ギャザリングはもうすぐだ。自分たちの力をうまく使いこなせ。おお。ちょっと作りましょう、ライトセーバーを。ちょっと待って、どういう捕まり方よ。あ、やっぱ無理ね。ふう。寺院に向かいましょう。風強よ。崖じゃないか。これ単純にまっすぐ行っちゃっていいのかな。これどこ？逆か。はい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 。自分のライトセーバーを。そこを通るみたいだ。氷に気をつけるよ。
どこよ。奈落っぽいけど。はいはい、ここか。最初に作ったやつは例のリフトのとこで落としちゃったあれだよね。こんな吹雪は初めてだ。嵐とジーン、何かつながってる気がする。これはまさかクライミングクローが役に立つ。ゴダソミアも無駄ではなかったですね。結構登るねこれ。どこが正解ルートなんだろう。何も考えずに登ってるけど。あ、行き止まり。結構登るね。何かありますぞ。あ、でもあれか、ライトセーバーがない。今見る。これじゃ何も見えない。早く戻ろう、顔が凍りそうだ。マンティスはかろうじて見えるけど。ここでジェダイが瞑想した。これまでくぐり抜けた数々の冒険や試練に思いを馳せた。マスターマーティ・カムロン。なるほどね、ここで瞑想してたんだね。だ、寒すぎるでしょ今は。え、ここに行けるとこあったっけ。こっち、こっちはセーバー触れない時点で行けないぞい。こっちじゃないってこと。あ、こっちじゃねえ。危ない。え、どこにあったっけ今。マップ見れねえ。どっかに行けるとこは、ここか。おお、むしろ正解ルートじゃなかったんだね。どうなってるんだ。助かるぞ、BD。ギャザリングの間。そうだね、会話クリスタルがないと。はいはいはい、これで。あそこが開いてると。ははは、はなるほど。前はもっと美しかった。暖かいな。さすがだ。一応来てるんだよね前にも。
そういうこと、氷を溶かすとかそういうギミックなんだ。まあ、言うなれば霊廟ではないか。ここは覚えてるし、マスターヨーダが扉を溶かしてくれた。フォースじゃない、クリスタルでだ。光を通し熱を伝えた。俺たちもできるはず。これを、これをどっかに繋いでとかじゃないの。やべ、謎解きだな。ちょっと待って、もう片方、あっち側も見てきていい？ちょっと待って、ヒント早えよ。それ、いくらなんでも。いいから黙っとけ、黙っとけ。まだちょっと謎解きさせて、いくらポンコツだからってさ。詰まってないから、この謎解きを終わらせて今日は終わりにするから。何がどうなってるのかをちょっとずつ調べないと。はあはあはあ、動かせる、動かせるのはいいけども、上にどうやって戻るんだこれ。ん、どうした？ジェダイマスターの像。若干傾いてるけれども。何かあるのか。ジェダイの仕掛け。はいはいはい。わかりますよ。まあまあまあ、まだ。まだ謎解き始まったばかりだろう。そう私にヒントを与えようとするでない。なんかどっか行けんのかい？ちょっとこれを一回外して、これをこっちに戻して、でこれをこう引いてもダメか。違う。で、ここに繋いだ状態じゃあれだよね、動かないよね。あ、ちぎれちゃうのか。こっち側には繋げないのか。まあ、とにもかくにもあれだな、こっちにやっておいて、これでやれば戻れるってこと？上に。
戻れます？結構いけないよね。あ、これここに繋いどいて、こっちに行くパターンですか？そんなことはない。集光クリスタルをどこに置けばいいのやら。あ、わかった。なるほど。これで動かせってことね。で、溶かして。ずいぶんとめんどくさい。ギミックを作ってくれたもんだぜ。これだとどうつくかだよね。一旦、もうこれはいいからしまって、一旦こっち持ってきておいて。こっちに繋ぎ直して、それで引っ張るんじゃないの？違う。つけるとこないんだよね。ってことはこうか。こうやってからの、こういうことね。なるほど。よし、いい具合に苦戦したところで、これくらいにしときましょうか、今日は。まあ、新たなライトセーバーを求めて、ジェダイ寺院をこれから探索し、カイバークリスタルを見つけ、ライトセーバー作っていきたいと思います。次回をお楽しみに。ご視聴ありがとうございました。また見てねー。